おはようございます。桃子さん、おはようございます。おはようございます。ハレリア、ハレリア。おいしさん、まゆちゃん、ダラクさん、おはようございます。おはようございます。今日はですね、雨でですね、ちょっと室内で放送します。まあそんな大雨でもなくて、まあ小雨なんですけど、はい、ダラクさん、素晴らしい朝、アメン、素晴らしい朝。今日は、7月12日、ごめんなさい、7月何日、14日、はい。7月12 ちょっと分かりません。はい、金曜日ですね。はるきさん、おはようございます。のんちゃん、あんりびさん、納豆さん、はい、おはようございます。金曜日の朝の電動放送です。今日のタイトルはですね、時間とは神様のアジェンダ、時間とは神様のアジェンダという、そういうタイトルです。すいませんでした。7月12日ですね。ともさん、ハレリア。ゆうさん、おはようございます。12月、7月12日、7月12日ですね。はい、それではですね、ちょっと雨ですけれども、ちょっと外に出たいと思います。教会には庭がありましてね、若干庭があります。結構降ってますね。結構降ってます。ここに椅子があります。ちょっと椅子に座りながらですね。それでですね、今日のタイトルですけれども、まあ、時間とは何か、時間とは何か、これは一つの哲学ではあります。時間というのはですね、神様が、まあ、作られたものです。ヒットさん、ハレルギー。私たちは時間の中で、生活しています。サミュさん、おはようございます。時間の中で生活しています。そして私たちは生まれて死んでいくわけです。生まれて生きて死んでいくわけですけど、一体その人生とは何なのか。私たちは、その何のために生まれて、何のために生きて、何のために死ぬのか、多くの人はその理由を知りません。時間とは何か、時間とは何かということも分かりません。でも私たちはその時間とは何かというものを知るべきです。ルーさん、おはようございます。聖書によると、私たちはアダムとエバという人類の最初の時と、そしてイエス様の再臨という人類の終わりの時があります。私たちの人生も始めと終わりがあるように、この世界にも始めと終わりがあるんです。神様が作られた時間があります。多くの人は無限に時間があると思っています。確かに天国では無限の時間があるかもしれません。しかし、この地上においては時間は無限ではなく、この地球上においては時間は有限です。はい、向井さん、いつもありがとうございます。はい、それで、もう一つはですね、多くの人は時間はですね、偶然だと思っているかもしれません。この世の出来事、人生の出来事、
さまざまなことは偶然だと思っているかもしれません。しかし聖書によると、神様が歴史を作り、時間を作りました。ですから、天地が作られる前から私たちの人生は作られており、人生のこの社会の歴史は作られています。まあ、これをですね、予定説と言いますね。予定説というのは神様が全部予定しているという考え方。確かにエペソ1章にはそういうことが書いてあります。神様が、私たちのことを全部もう予定しているということです、ね。それに対して選択説という考え方があります。選択説というのは私たちが自由意志で選択して、いろんな出来事を選択するという考え方です。一見矛盾します、ね。神様が決めるということと私たちが選択するということは一見矛盾するます。しかし、私たちは両方正しいと信じます。予定説も正しいし、選択説も正しい。ではどのように考えるんでしょうか。人間的に考えると矛盾があります。ゆりさん、おはようございます。はるきさん、無駄なく時間を過ごす方法、それは信仰的な時間を過ごすことですね。肉的な時間ではなく信仰的な時間を過ごすならばそれは無駄がありません。予定説と選択説、それは人間の英知を超えた神の英知であり、そこには矛盾がない、そういうふうに考えてください。つまり私たちの人生は前もって神様に予定されていると同時に、私たちは自由意志によっていろんなことを選択できる。ぜひ皆さん、そういうふうに信じてください。そして大事なのは、私たちは必ず、死んで、生きたまま軽挙するということはもちろんあるんです。基本的には死んで裁かれる。死んで裁かれて天国か、または地獄に行く。天国か地獄に行くというその時間の結果、私たち その人生の結果、人類の歴史の結果があるということですね。アジェンダというのはですね、計画とか予定という意味です。つまりこの時間には、予定がある。この歴史には予定がある。皆さんの人生には予定があるということですね。皆さんの人生には予定があります。ヒットさん、信仰と希望と愛、この3つはいつまでも残る。その中で最も大いなるものは愛である。ヒットさん、聖書を知ってるんですね。素晴らしい。ヒットさん、聖書の言葉を知っています。そういうわけで皆さん、時間というのはですね、人間がですね、早くすることもできなければ遅くすることもできません。相対性、アインシュタインの相対性理論というのがありますけど、それは高速ぐらいに移動すれば若干、時間をずらすことはできるかもしれませんが、私たちは、普通に時間を早くしたり遅くしたりすることはできませんね。時計がこうピッ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 と、正確なリズムをとって時間は進んでいます。はい、海猫さん、はじめまして。1日、1週間、1月、1年、そして1秒、1分、1時間、神様が定めた時間が規則正しく時間を刻んでいます。それはどういうことでしょうか。それは神様が、現実を支配している。神の時がある。
神様が現実を支配しているということを表すんです。人間が勝手なことはできない。人間が明日のことを決めることはできない。人間が将来を決めることはできない。私たちは神様の時の中で生かされていて、それは神様が全知全能を持ってこの歴史を支配し決めているということを表すんです。それが今日のタイトル、時間とは神様のアジェンダ。時間とは神様のアジェンダ。私たちは神のその歴史を刻むそのアジェンダを、私たちは自分勝手に変えることはできません。神様が与えてくれた選択の中で、神様が与えてくれた選択の中で私たちは確かに選択できます。自由意志があります。しかしそれも神様の予定の中に含まれています。大事なことはこの時間が偶然ではないんだ。この時間はですね、神の時がある、神の時があるということです。私たちはその神の時間を支配して、また空間を支配して、時間を支配し、空間を支配している神の主権といいますね、主権。神の主権を認める必要があるということです。罪というのは、その神様の主権を認めず、神様のアジェンダ、神様の御心を反して、自分勝手に生きる。自分勝手に生きる、それが、罪と言えるでしょう。皆さんがもし学校に行ったり会社に行けばですね、学校や会社の、予定があるわけです。1時間目が何時に始まって、2時間目が何時に始まって、お昼休みが何時から始まる。それは学校や、会社では予定があるわけです。多くの人はそれに従って、学校生活、また会社の生活をしているわけです。もしそれに反して、その予定に反したらば、先生に怒られたり上司に怒られたりしてしまうわけですね。それと同じように、私たちは神様のアジェンダがあります。神様の予定があります。神様の予定に従って生きる。神の御心を知って、神の教えを知って、神様の予定に従って生きる。これが信仰です。これが信仰です。まずイエス・キリストを信じるというのは、イエス・キリストを信じるというのは神様のアジェンダに従うということではないでしょうか。罪というのは神の予定に反する、神様の予定に従わない、それが罪ではないでしょうか。神様のアジェンダとは何でしょうか。神様のアジェンダ、それはイエス・キリストにあって人々を救うことであり、神の国を作ることであり、神の御心を行うことです。これが神様のアジェンダの目的です。ですからぜひ皆さん、私たちはそのように神様のその時間という神様の確実に時を刻む。神様というのは必ずこう自分の御心を行う方です。自分の御心を行う方です。そのような神の主権、絶対的な主権、絶対的な主権を認める必要があります。桃花さん、神様のご計画を信じ従います。アメン。神様のご計画を信じ従います。1秒の概念ですか。1秒の概念、
アナさん、おはようございます。アナさん、おはようございます。聖書にはですね、千年は一日のごとく、一日は千年のごとく、神様にあってはですね、時間というのはですね、千年が一日にもすることができるし、一日を千年にすることができます。私たちにとって一秒は一秒ですね。私たちにとって価値、一秒は一秒です。でも神様にとっては一秒を千年にすることもできます。一秒ですね、一万年にすることもできるんです。皆さん、すごいでしょ。神様は時間をコントロールできるんですね。時間を今度よく人間がですね、人間がなんかこう事故かなんかで死んでしまう時があるでしょ。また死にそうになることがあるじゃないですか。その時ですね、走馬灯といってですね、今までに過去の人生がですね、一瞬にパラ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 って、過去の人生がですね、一瞬に見ることがあるそうです。私は経験ないです。私は経験ないんですが、走馬灯と言います。神様にとってはその長い時間も走馬灯のように見ることができます。ですから時間というのは、私たちは今決められたスピード、価値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 という、私たちは決められたリズム、決められた時間の中で制約されています。しかし神様にその時間の制約はありません。また私たちが天国に行ったら、私たちが天国に行ったら、やはり同じように時間の概念がなくなるそうです、具体的にどうなのかわかりません。私たちも天国でですね、天国にですね、時間を何か、コントロールできるかどうか、ちょっとそれはわかりませんが、もしかしたら天国行ったらもっと時間を超えたような生活になるかもしれません。それが永遠の命と言えるかもしれません。永遠の命というのは、私たちのこの価値価値価値という、そういう時間の進み方ではなくて、永遠の命というのは、この時間を超えた、生き方、そういうことなのかもしれません。天国行った人がですね、天国には時間がない、ね、天国には時間がないという証があります。時間がない、時間がないっていうのはもう時間がないっていう意味じゃないですよ、私たちのような時間がない、時間を超えている、そういうですね、天国の在り方、天国の在り方があるようです。天国行ってみないとわからない、ですから皆さん、今私たちは天国に向かっているか、地獄に向かっているか、必ず、ね、私たちはその天国か地獄に向かっているんですね。天国か地獄に向かっているんです。必ず勝ち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 と、必ず天国か地獄に向かっているんです。皆さん、ちょっとですね、カウントダウン、今終わりの時ですから、終わりの時ですから、まさにカウントダウンがあります。ですから私は皆さんをこう警告します、ね、警告します。このカウントダウン、ちょっとすいません、ちょっと熱いので脱ぎますね。皆さん、そのカウントダウン、人類のカウントダウンがあります。そのカウントダウンの中で皆さんが確実に天国に行くように、確実に天国に行くカウントダウン、天国に行くカウントダウンと地獄に行くカウントダウンがあります。皆さんはどっちのカウントダウンをしますか？地獄に行くカウントダウンをしますか？天国に行くカウントダウンをしますか？もちろん天国ですよね。八木さん、なぜ同じようなことを洗脳のように繰り返すのですか？八木さん、スポーツや、音楽は繰り返して練習しませんか？勉強も
繰り返して勉強するではないでしょうか。人間の脳というのは、条件反射というのがあります。脳というのは繰り返し繰り返しやらないと記憶ができません。脳というのは繰り返し繰り返し、考えて初めてですね、身につくわけですね。1回で記憶する、1回で理解するということもありますけど、大事なことは繰り返します。そして、歴史というのはですね、偶然ではないんです。もう人類には何千年という歴史があります。全部それはものすごく、深い綿密な流れがあります。歴史は偶然ではありません。そして私たちはまだ歴史の中で生きているんですね。そして偶然の歴史ではありません。全部こう過去と未来がつながっていて、私たちはその神様の歴史の中で生かされています。歴史は英語でヒストリーと言います。私たちはヒズストーリーと言いますね。ヒズストーリー、つまりイエス様の、物語、イエス様の物語。歴史は偶然ではない。歴史はイエス様の物語があると考えます。天国に行った時に私たちはその膨大な人類の歴史を、その天国で見ることができると思います。いろんな人の、信仰的な素晴らしい証、信仰的な行い、そういうものを私たちは天に記録されていますから、良いことも悪いことも天に記録されてますよ。皆さんのしたこと、喋ったこと、皆さんの心で思ったことさえも全部天で記録されているんです。私たちはコンピューターの世界に生きてますから、コンピューターも私たちのいろんなデータが残っています、ね、今人類はですね、ビッグデータと言いまして、あらゆるデータを記録し、それをビジネスで使おうとしています。マサさん、おはようございます。天国では、このビッグデータ、スーパービッグデータがありまして、スーパービッグデータ、つまり全ての人類の全てのことが記録されていて、その皆さんの個人情報が、個人情報によって裁かれます。全ての人は裁かれます。私たち自分のしてきたこと、言ってきたことで裁かれます。ですから私たちは今から悔い改めて、これからは神様に会って裁かれない言動、神様にあって良しとされる言動をしなければ、もし私たちが続けて神様に対して、はい、小月さん、おはようございます。神様に対して正しくない言動をするならば、必ず裁かれます。必ず裁かれます。神は正しい方ですから、罪をですね、放置することはありません。ですから私たちは神を恐れて、ああ、私たちは、過去の罪をイエス様に許してもらわなければ、過去のすべての罪をイエス様に許してもらわなければ、未来がないんだということをしっかり理解しましょう。そしてカウントダウンがあります。イエスキリストを信じる者にとっては、天国へのカウントダウンです。イエスキリストを信じたい人にとっては地獄へのカウントダウンです。同じカウントダウンでも全然希望と絶望なんですね。VGI さん、大丈夫です。今からでも悔い改めれば天国に行けます。悪いことをしても許されます。それが十字架です。 VGI さん、ぜひ、その全ての人は悪いことをしたんです。全ての人は罪があったんです。でもそれを許されることができるんです。ですから失望してはいけません。失望してはいけません。間に合います。まだ間に合います。
ロッテさん、ロッテさん、両方ですね。両方です。してきたことも裁かれるし、イエス・キリストを拒むか拒まないかでも裁かれるわけですね。両方です。ヒットさん、そうです。人間はですね、生まれた時から悪いことをします。しかし、イエス・キリストを信じて、イエス・キリストを信じて、私たちは新しいことができるようになります。小月さん、いつもニコ生から見てます。配信ありがとうございます。アメン。では、明石タイム行きましょう。明石タイム。ユービさん、私をひどい目に遭わせた奴らも天国か。いや、彼らも、悔い改めて、イエス様を信じなければ。イエス様を信じなければ天国に行かないですよ。可愛い赤ちゃんも悪魔ですか？悪魔ではないですね。可愛い赤ちゃんも罪があるということですね。ハンナさん、天国に行きたいです。神様のアジェンダに従います。はい、天国に行きたいです。神様のアジェンダに従います。それではですね、明石タイム。イエス様を信じて、イエス様を信じて、時間というのは偶然ではなく神様の予定だということが分かった。時間というのは最初があり終わりがあって結果があるということが分かった証。時間というのは神様が私たちにチャンスをくれているものだということが分かった証。時間というのは私たちが、イエス様を選択するために、学んで、選択できるように猶予を与えていることだということが分かった証。スタートスタートスタート。ハルキさん、その通りです。天国に行ける時期は神様がお決めになります。もう近いと言われてますね。近いです。ジュデロンさん、すべての人は罪を悔い改めなければならないんですね。罪を悔い改めなければ許されないんです。モーカさん、天国へのカウントダウンへのために喋ることも心に思うこともすべて悔い改めるようにします。時間は神様からの救われるチャンスなので大切にします。アメン、アメン。ハルキさん、天国に行く時期は生まれた時にもう決まっていますか？すべてのことはもう決まっていると考えます。しかし選択もできます。選択もできます。そこには矛盾があるように見えますけど、矛盾はないのです。沖さん、沖さん、神様に感謝します。神様に感謝します。イエス様は知らない赤ちゃんが亡くなったら地獄かな。そのあたりはですね、まだ分かんないところがあります。中絶された赤ちゃんは天国に行くという証があります。生まれた赤ちゃんが死んだ場合どうなるか私にはちょっと分かりません。
春樹さん、2歳で死んだ子は生まれてくる意味はあったのでしょうか。全部神様がご存知です。神様が裁きます。私たちからすると不条理に見えたり不公平に見えたりしますが、すべてのことに神様の見てがあります。そして正しく裁きます。そのことを皆さん理解しましょう。この地上だけのことを考えたら、不条理で不公平で、何か、信じられないような状況があるかもしれません。しかし、神様がそれを正しく裁きますので、神様を信じるというのは神様の、正しさ、正しく裁き、それを信じるということでもあるんです。ギャバンさん、おはようございます。ユウさん、旧牧師に会ってなかったら未だに私はイエス様を分かってなかったと思います。今こうしてイエス様に導かれ、旧牧師に会い、イエス様が一番になれたことは感謝します。そうですね、イエス様に出会って、イエス様に従っていく、イエス様と共に歩む、これがどれほど大きな、祝福でしょうか。それが生きてきた目的です。私たちが生まれてきた目的はイエス様と出会い、イエス様を信じて、イエス様に従っていくこと、イエス様のために生きるようになること、イエス様の弟子としてイエス様の働きをすること、それが生まれてきた目的です。生きる目的です。多くの人はまだそれを知らないんです。多くの人は生きている目的、生まれてきた目的を知らないのです。惰性で生きています。自分の欲のために生きています。この世のためだけに生きています。それは神様のアジェンダではありません。神様のアジェンダ、それは私たちが、全ての人が、イエス・キリストに会って永遠の命を受けること、全ての人がイエス様に出会って悔い改めて神様に立ち返ること、それが神様のアジェンダです。ですから皆さん、ちょっと一箇所言いましょうね。伝道者の書というのがありますね。これはソロモンが書いたところなんですけど、こういうのがあります。天の下では何事にも定まった時期があり、営みの、すべての営みに時がある。生まれるのに時があり、死ぬのに時がある。植えるのに時があり、植えたものを引き抜くのに時がある。たくさんありましてね。愛するのに時があり、憎むのに時がある。戦う時に時があり、和睦する時に時がある。3章14節。私は知った、神のなさることは皆永遠に変わらないことを、それに何かを付け加えることも、それから何かを取り去ることもできない。神がこのことをされたのだ。人は神を恐れなければならない。はい。すべての、営みに時がある。私たちは、神様の時間という、なんて言うんでしょうかね、計画、アジェンダ、神様のスケジュール、その中で私たちは生かされてるんです。でも大事なことは、その神様の計画に乗ることが大事です。神様の目的、神様のリズム、それに乗る必要があります。多くの人は神様のアジェンダから離れて、自分勝手な予定で生きています。そこに問題があります。
イエス・キリストを信じるというのは、まさに神様のアジェンダに従うことですね。神様のアジェンダに従ってこそ素晴らしい未来があります。もし私たちが神様の御心に従わないならば、とんでもない結果になってしまいます。神様のスケジュールに合うことができません。神様のご計画は祝福と希望だと書いてあります。神様は皆さん一人一人に素晴らしい計画、ご計画があります。それは希望と祝福です。希望と祝福です。その皆さんの永遠の命という祝福と希望は、皆さんが悔い改めてイエス・キリストを信じて神様に従うこと、神様に従って神様のアジェンダに従うことによって、初めて皆さんは祝福と希望という素晴らしい神様の、ご計画を受け取ることができます。兄弟姉妹の皆さん、喜びましょう。私たちは神様の御心を知って、神様のアジェンダの中で生きています。私たちは天国へのカウントダウンをしているんです。以前は地獄へのカウントダウンでしたけど、今私たちは天国へのカウントダウンをしています。兄弟姉妹の皆さん、ますます一日一日を喜びを持って歩みましょう。一日一日、1時間1時間を神様の御心に従って歩みましょう。それが、アジェンダです。時間のアジェンダ、人生のアジェンダ、歴史のアジェンダです。それでは招きをしましょう。今日の放送を見て、ああ、時というのはそういうことだったんだ。時間というのはいつも、時間をもてあそんで、無駄に過ごしていたけど、時間を潰すことしか人生はなかったけど、そういう時間の無駄遣いをしてはいけないんだ。暇であってはいけないんだ。時間を正しい使い方、時間の正しい使い方があるんだ。イエス・キリストを信じて自分の人生の時間を、素晴らしい、時間の使い方、意味のある永遠に残る時間の使い方を してみたい。もう時間を無駄にしたくない。暇な人生はもったいない。せっかくの人生を素晴らしいことのために使いたい。素晴らしい神様のアジェンダに沿って使いたい。そう思う方はアメンと言ってください。アメン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 。天国のカウントダウンを選べたこと、喜び感謝します。トモさん、確かに時間は無駄にしたくない。世の中では時は金なり、時は金なり、時間というのはお金だというふうに考えます。しかし私はそうではなく、ね、時間はお金ではありません、時間は命です。時間は命と考えましょう。皆さん、時は命なり、ね、皆さん、時間は命ですよ。時間は命です。だから、自分の時間を、ね、お金のためではない、命のために使いましょう。永遠の命のために時間を使いましょう。天のお父様、感謝します。今日は時間について、学ぶことができました。私たちの時間を感謝します。人生という時間、一日一日という時間、本当に感謝します。この時間を欲や無意味なことに使うのではなく、素晴らしい御心、あなたの御心をのために使うことができますよ。神の命の
神の愛のために、神の愛のために時間を使うことができますように。多くの人が人生を浪費しています。時間を浪費しています。無意味なこと、愚かなこと、神様にが喜ばれないことのために時間を使っています。しかし今、放送を聞いている方は、良い時間を使っています。どうぞ、リスナーの方々が自分の人生をイエス様のために、御心のために、神の栄光のために使うことができるようにしてください。イエスキリストを信じて、自分の時間をイエス様に捧げて、自分のための時間ではなく、イエス様のための時間として捧げることができますように。素晴らしい時間を過ごすことができますように。最高の時間を過ごすことができますように。リスナーの時間を祝福してください。人生を祝福してください。彼らの生活を祝福してください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。はい、ありがとうございました。今日も素晴らしい時間にしましょう。今日も神様が喜ぶ、神様の御心を行い、隣人を自分のように愛し、いつも感謝にあふれ、喜びにあふれる、そういう一日にしましょう。それでは皆さん、夜7時にまたお会いしましょう。シャローン、シャローン、シャローン、シャローン。